白いちごと赤いちごと。久々の。おはようございます。おはようございます。あ、だからそうね、1ヶ月ぶり。1ヶ月も経ったか。20とかに行ってたよ、10。釣り。あ、じゃあもう1ヶ月ぐらい経つのか。うん。早いな。携帯元気。携帯元気だよ。あ、充電もできる。すげえ。できるし。はい。つって。え？緊急ですか？はい。そうそう。俺はいつでも緊急だった。俺いつでもマジでしょ。あ、富士山だ。薄く北斎スタイルで。でももうきついな。ガタガタよ。でも耐えてる。耐えてる。ギリ。ちょっと下がっちゃっただけか。じゃない。うん。耐えてる耐えてる。でもめっちゃ成長してるわ。おお。あ、ほんま。人参取れそうだな。もういけんの。うん。マジ。冷蔵庫がないんだよ。ナスさん、こっちよろしくお願いします。お、イチゴ乗ってる。本当だね。死んだと思ったのに。食べよう食べよう。空まではまだ取れてるしよ。取った先週。取った取った。めっちゃうまかったよ。めっちゃうまかったよ。なんで2回言わせる。さてさて、どうしようかな、これ。直そうよ。愛のバリケードを。愛、うん、愛だ、それ。ちょうどこの不織布と同じ幅になった。じゃあ、人気引っこ抜き。すげえ育ってたよな。これこれ行ってみる。うん。人参引っこ抜き、ゴー。いいんじゃない？人参じゃん。完全なる人参だよ。人参だな。で、よく子供がかじってるもんね、これ。ピーターラビットって感じ。めっちゃ人参。めっちゃ人参。なんか匂い。うわぁ！めっちゃ濃い。人参。人参の10倍。10倍。いいね、あの、毒グリの。毒グリの。来週取ろうかな。もう早いから、遅いかも。今早遅いぐらい、ちょうどいいじゃない。ちょうどいいか。本当だ、もうなってんだ。ちょっと伸びたかな。あ、決めとんねえと思った。うん。どうする？今年も2本立ち？今年も2本立ちじゃない。イギリス海も体調崩してたもんな。誰？イギリス海。イギリス海も体調崩してたよ。おー、どんどん登ってくじゃん。カメムシ、カメボーイみたいな。達成感あるね。下向いてたら勝ち。これ勝ち？それ勝ちだね。勝ちだ。これも勝ちだ。見ていこう。いちごも取っちゃおう。うん。真っ赤っか。ありまついてない？食われてる。あら？本当だ。食われてるよ。スカスカだな。ああ、じゃあ食われご？食われごっぽい。中だけ食われちって。中だけ食われちって。スカスカだ。ちょっとかじれないな、怖くて。ああ、まあ、来週までは持たないだろう。取っちゃおう。で、そっちを数えてみよう。数いてみよう。数くとき、数けば。白いちごと赤いちごと。そっちをかじろう。マジ？まずいかな。いや、いけるっしょ。今年一回もかじってないかな。食っていい？うん。
なさそうだったり。こっちの赤い方食っちゃおうから。赤半、赤半でいっちゃう。じゃあこう、こう、そうそうそう。なんかね、こっちは甘い。あ、そんな細かく。こっち酸っぱい。1個で2つの。1個で2つの味がするから。お。でも俺こっちが先来たな。あ、マジ。キウイみたいな味。そう、キウイみたいな味する。ほとんどキウイだよ、種の食感と。三枚おろしになっちゃった。これも行きたい。生食い、はい、生食い行く？一口行ってみようかな。じゃあ、あと一本にしようか。一本にしようか。長い方。人参がね、正直そこまであんまり得意じゃない。そうでしょ、みんなそうだ。みんなそうだ。たまにいるけど、人参大好き子ちゃん、人参大好き子ちゃんから行ってみて、ね、おお。いける、うまい、うん、美味しい人参、美味しい人参、うん、芋みたいだね。あ、匂いすごいよ。もでも人参って味受け入れられる人参と味受け入れられない人参ない？あるある、で割と大丈夫。これいい、いい、受け入れられる。仕方ない。あれかな、芯の方がきつくなっちゃう。うまい。人参の葉っぱって食えんの？美味しそう。ね、美味しそうで。春菊感ある。うん。まあまあまあ。それは仕方ない。あと斜めの棒がぶっ刺さったとこが可哀想だったな。なんか和室みたいだな。ちょいちょい。おお。いいよ。オッケで来て、うん、嬉しかった。あ、これこの中も行く？いや、まだやってない。そこやっちゃうわ。そこで1でいいんじゃないの？うん、イギリスのシェフ来て嬉しかったのさ、あのなんかバーミンガム、ロンドンの近くの。おお、バーミンガムから来た大学生だったの。なんかイギリス来たことありますかみたいな。あるよ、うん、ちょうど10年前だねみたいな、うん、そっか、もう10年前なのかって自分で思ってた、うん、でも10年経ったらイギリスの方から来たなと思って、ちょっと嬉しかった。嬉しいです。じゃあこれにて終了です。はい、また来週。来週も来れるよ。僕はいい。そして土曜日行きましょう。いいね、グッド。よし、なにこれ。